じゃあ、はい、映ったかな。はい、阿部慎之助さんに来ていただきました。はい、まあ、後輩ということで、はい、遠慮なしに聞いていくけど、分かりますね。まあ、19年間、はい、本当にお疲れ様でした。はい、今引退して、まあ、もう二軍監督としてスタートしてるけど、どんな感じ？引退した、ほっとした？ほっとしましたし、けどなんか本当に実感湧かないかなっていうのは正直ありますね。まだなんか朝起きてちょっと体なまってきたなとかちょっと散歩した方がいいかなとか、練習し、あ、いいんだみたいなっていう感じですね。でもまだできたよね。そうですね、ね、はい。でもその引退しようとするきっかけとなったのは何？やっぱ原監督の一言ですよね。なんて言われた？やっぱりもうクタクタになるまで、うん、プロ野球選手やるのも、うん、それもいいことだけども、うん、原監督自分の経験談を喋ってくれて、原さんも37歳で、うん、まだできると思って、うん、自分は思ってたけど、うん、その引退勧告されて、まあ、やっぱこっち来ちゃうと思ったらしいんですよね。うん、けどやっぱりすぐ指導者の道に行って、うん、それのこっち来ちゃうと思った余力があったからこそ、うん、指導者として頑張れたっていうのはおっしゃってたんで、まあ、お前もそういう風になってほしいって。その言葉はすんなり入ってきた。いや、入ってきましたね。で、まあその通りかなって思った。はい、そうですね。で、俺の体験談も言うと、はい、俺もまだできたと思うんだよね。はい、でも辞めたから、こんちくしようと思って、はい、こういうことやってるわけ。いや、前に進めるわけよ。そうですね。うん、はい、だから、多分もうクタクタになったら、うん、もうね、ボロボロになるまでやってたら、もう次のことも、うん、なんかでスタートしにくいんじゃないかなっていうのは、まあ、そうだね、もうやり尽くした感があるよね。そうですね。ただすぐ指導者じゃない、はい、それは、うん、なんかちょっと 1,2 年、うん、まあこれ変な言い方かもわかんないけど、外が緩いっていうわけじゃないけど、外から野球を見たいとかそういう希望はなかった？いや、それはありましたね。その希望も一応監督さんにはお伝えしてありました。うん、はい、そしたらまあそれでもね、お前がやっぱ必要だし、二軍の、ね、やっぱ底上げっていうのをしてほしいっていうのを言っていただいたんで、うん、まあなんか二軍監督のポジション用意されたから辞めたんじゃねえかみたいな、うん、ね、そうやって思う方もいると思うんだけど、うん、まあ、それは全くの嘘なくて、その辞めますって言った後のことだったんで、うん、はい、いや、俺は原監督と優勝して新之助が引退する日に監督室でインタビューしたんだけど、はい、監督とね、対談したんだけど、まあ、そのことも聞いてすごいなんかやっぱ嬉しかったよ。うん、なんかその道を引いてくれてるっていうのがね、はい、やっぱりこう功労者だからさ、やっぱ手厚くというか、うん、そういうことが原監督の口からも、いや、もう俺の監督生活は新之助が全て知ってると、うん、だから俺のなんていうの、指導歴っていうのはもう新之助そのものなんだって言ってくれた時にすごく感動したよ。そうですね。いや、僕もそうやって言っていただいて、結局現時点での、うん、まあ、原さん政権の時の、うん、いた人間って僕とか何人かしかいなかったんで、うん、そうだよね。だからまあ全てを、まあ、知ってるだろっていうのも言ってもらえたんで、うん、でもその花野監督にね、話を聞いたときに、ルーキーの開幕のその1打席は一生戻ってこないと、はい、だから新之助を使いたいということを長嶋監督に言ったんだって、はい、そしたら村田がいたじゃない、はい、その前の正捕手が。そうですね、日本一ですからね、日本一だから、前年で、その時ってどうだったの？いや、変な気遣いましたよ。やっぱ使った、はい、俺でいいのかと思ういいのかなとか。でもキャンプの時からずっとやってきて、はい、相手の力量も分かるわけじゃない、村田の、まあ、経験も含めて。
まあ、打つのは勝てんじゃないかなと思ったんですけど。ああ、そう。まあ、キャッチャーとしては絶対無理だろうなって、うん、思ってましたね。まあ、それはそうだね。だけど、まあ、開幕3日前ぐらいに監督から原さんから、うん、当時ヘッドコーチだったんですけど、うん、伝えてもらって、そこからもうあれですよ、知恵熱ですよ。3日前から伝えられたんだ。はい、でもそこから熱出ちゃって本当に、はい、ずっと毎日点滴打って朦朧としてたんですけど。ああ、そう。そうですね、まあ、そういうのは覚えてますね。でもその言葉も伝えられたの、開幕お前でいるルーキーの1打席目っていうのは、はい、もう一生戻ってない。あ、だけどそこは言われなかったですけど、多分当時もう開幕お前さんで行くからみたいなっていうのを伝えられた。でもそういう予感はあったの、自分の中で。いや、全くないですね。全くなかった。はい、だけどなんとかしてやろうっていうのはどっかであって、うん、ありましたね。でもさ、そっからその1打席目からずーっとレギュラーを張ってきたわけでしょ。はい、ジャイアンツの、はい、それもキャッチャーとして辛くなかった？いや、しんどかったです。しんどいよな。はい、何が一番しんどかった、思い起こして。やっぱり、まあ、キャンプだったりそういう、ね、辛いとかしんどいとかそういうのじゃなくて、練習量じゃなくて、やっぱ人間関係がやっぱきつかったですね。え、人間関係ってどういうの？やっぱマスコミの人だったり、あー、ね、チームメイトだったり、大先輩がいっぱいいて、うん、っていうので気遣う方が多かったんで。チームメイトとして気遣った人って誰？それはまあ、やっぱ村田には気を使うよね。そうですね。まあ、その当時こうパッて見たらすごい選手ばっかだったんで、ピッチャーでいった桑田さん、工藤さんとか。あ、そっか。工藤さん2年目か、桑田さん、まあ、入木さんだったり河原さんとか、まあ、いろんなピッチャーの方いて、ちょっと癖が強いね。そんなことないか。いや、もう大先輩だし、どうね、喋りかけたらいいのか分かんないぐらいな感じだったんで。やっぱりピッチャーに気を使う一番ね。やっぱりキャッチャーにも気使いましたよ。野手は誰？サードパッと見たら元木さんいるし、パッとファースト見たら清原さんいるし、三振してこうどっちボール回し投げようかみたいな。やっぱそういうところまで気がつかず、やっぱり、はい、なんか今日、あ、清原さんちょっと機嫌悪そうだな、本木さん、あ、本木さん泣いちゃえみたいな。ああ、そう、ありました、ありました。へえ、やっぱそういうことを気を使いながらキャッチャーってやってたんだ。そうです。だからこう自分が持ってるこうなんていうんですかね、ポテンシャルっていうか、そういうもの全く出せなかったっていう記憶が多分ありますね。1年目の成績が2割2分ぐらいだよね。そうです、そうです。でも自分としたらものすごい不本意なシーズンだったでしょ。はい、もうちょい2割2分って言ったらもう少し打てたんじゃないかなとかっていうのも思いましたし、やっぱ打てなかったら言われるしね、リードのことも。そうですね、両方言われてたんで。今のキャッチャーとか何も言われないじゃないですか。まあ、結構小林なんか言われてるよ、まあ、けど自分の日ではない、自分と比べたら日じゃないなみたいな。まあでも新之助は大体4番を期待されて打てるキャッチャーとして取ったから、あのそこにこう期待を裏切るような数字だったからじゃない。そうですね、まあ、けどそうだな、2年目か3番とか入らせてもらって、いいのかなとかって思いながら、後ろにあれ松井さんいるなとか。すごいよな。そんなだったんで、ね、前監督の、ね、高橋監督もいたよね。俺より後ろ打ってるけどいいのかなみたいな。やっぱそういうのは思いましたよ、やっぱり。でもさ、まあ、19年間終わったわけだけど、まあ、逆指名制だったよね、はい、新之助が入るときって。そうですね。で、巨人を逆指名したけど、ずっと憧れだったの、巨人が。まあ、やっぱり憧れはありましたし。どこのファンとかあったの？いや、当時、昔はもう阪神ファンですね。やっぱ影さんが好きだったんで、まあ、そこまで、まあ、影さんだけですね、うん、で、まあ、小学校の頃、神宮に見に行ったりとか、っていうのはしてましたけど。でも、阪神から指名してくれとか言われなかったの？いや、全くなかったですね。
じゃあ阪神が来てたらどうしたの？ひょっとしたら阪神行ってるかも。考えてたかもしれないですね。巨人を選んだ理由は？巨人を選んだ理由は結局そうだな、その当時おばあちゃんが体調悪くて、うん、でまあテレビやるのもジャイアンツ戦だなと思って、うん、それで活躍して姿を見て元気出してもらえればいいかなと思って最後巨人決めます。西武とジャイアンツが最後。あ、残ったんだ、はい。でまあその当時、まあ、たくさん知ってると思うんですけど、スカウトの人が先輩が多くて、中塚さんでしょ、4番は、オリックス熊野さんとか、熊野さん、ね、その当時こうもういっぱいいたんで、でまあジャイアンツはその上の末次さんだったんで、まあまあ、でまあずーっともう見に来てくれてましたし、で今もう亡くなっちゃったんですけど、やっぱ中村さんの誠意ですよね、その人のやっぱ誠意を感じてやっぱ最後決めたっていうのもありますよね。でもジャイアンツ行って終わってみて良かったでしょ。良かったですね。ね、はい。